はい、どうも、イサオです。今日はですね、また配信ではなくて録画で、ご覧いただいてるんですけども、いかがお過ごしでしょうかということで、今日もやってみましょう。今日はですね、繰り返しの練習で上達しないみたいな、そんな内容なんですけども、こいつ何言ってんだと思う方もいらっしゃると思いますけども、皆さんやっぱりできないフレーズとか苦手なフレーズとかね、繰り返し練習されると思うんですけども、もちろんこう慣れるまでは繰り返し、練習していただいた方が当然なんですけど、いいんですが、ただ繰り返すだけじゃダメだよねっていうお話です。どういうことかというと、どういったらいいのかな毎回例えばですけど、じゃあ、ゴミ箱があって、ゴミ箱にゴミを投げて入れましょうってなった時に、例えば銃の力で投げたらそのゴミ箱にゴミが入るとするじゃないですか。だけどそれをじゃあ鉢の力で投げたら、当然ですけどゴミ箱に届かないですね。この際コントロールは置いといて、鉢の力で投げると手前で落っこっちゃう。で、手前で落っこっちゃったから次は9の力で投げてみるとか10の力で投げてみる。そうすると入るわけなんですよ。で、要するにどういうことかっていう と、同じこと、何も変えずに同じことばっかりずっと繰り返してて、もう当たり前なんですけど、できるわけがないんですよね。だから、そのゴミ箱で言ったら、8の力で入んなかったら7の力にしてみるとか、9の力にしてみるとか11にしてみるとか、そういうふうにやっていくと、できるようになるように近づいていくんじゃないかなというお話です。で、それの、練習としてちょっとイングベイの、ね、ベンジャンスを使ってみましょうかっていうことなんですけど、イングベイのベンジャンスは実は1回何回か前に紹介したことがあるんですけど、練習には非常にいいフレーズなので、これを使っていきたいと思います。で、ちょっとじゃあ1回それを D メジャーじゃない、 D マイナーじゃない、これもね、使い回しなんですけど、番組の、ね、下の説明欄のところに、リンクを貼っておきますので、そこからね、ダウンロードしていただければと思います。で、イントロのフレーズも入っちゃってるんですけど、使うのは、後半の、16分になってるところですね。こんなフレーズです。これだけのフレーズなんですけども、これを使って、じゃあ具体的にどういう風に変えていったらいいかっていうのを、ちょっと説明したいと思うんですけど、こうやってる人が多いよっていうところの話をさせてもらうので、それも当たり前っちゃ当たり前なんですけど、中にはね、これに、いや俺は全然そんなんじゃないよ、そういうのでできないんじゃないよっていう方もいると思うんですけども、僕が見てる中で、そういう風にしてるからできないよっていうのが多い人の特徴みたいのをいくつかちょっと紹介していきたいと思いますので、もし心当たりがある方は、そこをね、改善してもらうとできるようになるんじゃないかなと思います。はい。で、なんでベンジャンスかっていうと、非常に練習にもいいんですけど、こうシーケンスフェーズって同じようなパターンをずっと続けていく、場所を変えて続けていくので、割とこう毎回こう違うことができるんですよ。具体的には左手、右手はずっと同じ動きしてるんですけども、左手が変わるとね、ちょっと若干右手の感じが変わるっていうのは皆さんも経験あると思うんですけども、左手のポジションが変わっていくので、右手も変えやすいかなということでこのフレーズです。はい。で、一番多いのは、これフレーズに関してですけど、この出だしのこれをダウンピッキングで入っちゃう。ダウンピッキングでできればそれでいいんですけど、ダウンピッキングで、僕ね、最初ダウンピッキングで入ってこのフレーズできなかったんですよ。なんかね、ぐちゃぐちゃになっちゃう。で、アップピッキングで入ったら割とスムーズにできちゃったんですよね。なので、まず自分のピッキングパターンを見直すってことですね。このフレーズに限らず、どこでアップになってるかダウンでなってるかとか、特にハンマリングとかプリングとか入ってくるようなフレーズだと、ダウンとかアップとかって平気で入れ替わっていっちゃうんで、ひっくり返っちゃうんで、なんていうのかな、自分の得意なピッキングのパターンから外れてしまう場合が結構あります。なので、そのピッキングパターン、このウェイトフレーズに関してはアップから入るとやりやすくなるんじゃないかなと思います。で、もう一つは意外と多いのは、ストロークの
まあまあ一本ずつ引いててもこのストロークの幅、振り幅ですね。なんかいいのかな、ペンがこうありますけど、これがまあギターの弦だとしたら、こうピックがこう動くわけですね。ちょうどマスクしてるからこれが見やすいかなと思いますけど、このストロークの幅が下に長い人が多いんですよ。こういうふうに下に長くなっちゃう、はい、理想はこの振ってる大きさも、まあ、ある程度そうなんですけど、大きさよりもこの振り幅、どう言ったらいいか、振りピックを振ってる、ちょうど振り幅の真ん中に弦があるといいんですよね。当然なんですけど、ダウンとアップで速度が変わっちゃったりすると、まあアップの方に、下にストロークが長いとアップに来るまでに時間かかるんでアップが遅い。でも左手はそんなの関係なく動いてるから、そこでタイミングがずれていっちゃうっていうのが結構あると思うんですよ。でこの現象が何で起こるかっていうのをなんとなくちょっと、説明させてもらうと、これそれこそこのペンをねこうやって見てもらうと、まあ、こうやって指で測ると、まあ僕だったらこれぐらいの長さ今見えるわけです。これぐらいの長さに。だけどこれをこういうふうに角度変えるとこれ長さ変わっちゃうんですよね。今僕から見えてるのはこれぐらいの長さなんですよ。もうさっきと随分変わっちゃってるんですよ、長さが。でこれがどういうことかっていうと、結構起きやすい現象としては、自分のピッキングを確認したいからこうやって弾いてるところを見るんですよね。そうするとギターを上から、このカメラでいうとこんなのか、こういう感じで見てることになるので、そのギターの幅が短く見えちゃうんですよ。だから結構自分はピックの、例えば1弦を弾いててピック弦1弦の真下でピックを止めてると思っても、こうやって見ると、あ、こんなに下にピックが下がっちゃってるんだってことがあるんですよね。そうなので、右手の確認は大事なんですけど、鏡を見ながらやったりとか、こういうふうにこうなんか動画を撮影して確認してみるとか、正面から見て確認するようにしてもらうといいかなと思います。そうすると、自分がね、あの上にストローク幅が多くなっちゃってるのか下に多くなっちゃってるのかが分かりやすいと思うので、確認するときは正面から必ずね、上からじゃなくて、まあ僕も見ることありますけど、ちゃんとそれを分かった上で上から見てるのと、正面から見てるのだと随分違うと思うので、そこを気をつけてもらうといいと思います、はい。でもう一個はですね、この間の配信やってる時にも、ちょっとご質問いただいたんですけど、ピックですね。ピックで、ピックが何か、ピックが何っていうと、ピックの減り具合です。皆さんね、厚いピックとか薄いピックとかいろんなピック使ってると思うんですけど、まあ、ちなみに言っとくと、薄いピックで練習するのはやめた方がいいと思います。できるようになってから薄いピックにするのはいいと思うんですけど、薄いピックだと当然なんですけど、ピックが柔らかいので弦が深く当たっても強引に弾けちゃうんですよ。そうで、そうするといつまでもこう力が抜けなくなっちゃったりするんですよね。で、引っかかりやすくなると。そうだからなるべく固めのピック、まあ、0.8 ミリ以上ぐらいのピックをこう柔らかく使う、あんまりギュッて持たない。そうすると引っかかりづらいです。はい、今更ですけど今日はお話メインになってますけど、お話メインですね今日は。そのお話メインの、練習フレーズとしてベンジャンスを使いましょうっていう、ちょっとイングウェイには非常に申し訳ない、回になってるんですけども、非常に大事な話だと思うので、聞いていっていただければと思います。はい、それで、なんだっけ、そう、ピックが深く当たる。で、これ、ギュッて持っちゃうのも良くなくって、ギュッて持っちゃうと何が良くないかっていうと、ピックが当然動かないんですよ。動かないので、自分の指でやってみるともう分かると思うんですけど、こうやってね、自分の指が弦だと思って。ギュッて持ったら、指に引っかかって指痛いんですよ。はい、だけど、ある程度こう、なんていうんですかね、遊びがある状態で持ってると、ピックの方が負けてくれるので、硬いピックを柔らかく使えるんですよね。こうすると自分の指もあんまり痛くない。で、ギュッて持ってると他にも弊害があって、これちょっと、例えがあんまりいい例えじゃないと思うんですけど、よくないか。よくはないけど、時々こうニュースでね、殺人事件みたいなのがあって、こうめった刺しみたいなのあるじゃないですか。で、あれなんでめった刺しするかっていうと、こう、人を刺した時に、こう、なんていうんですかね、刺した感触がないんですって、まあ、興奮してるっていうのもあるんでしょうけど、だからこう何回も刺しちゃうらしいんですね、確認のために。で、
どういうことかっていうと、これも同じでギュッて持ってると指にこう弦に当たった振動が伝わってきづらいんで、弾いてる感じがしないんですよ、あんまり自分で。だからより強くより深く、弦を弾いて、こう弾いてる感触が得られるまで、深く当てて強く弾いちゃったりっていう現象が起こっちゃったりするんで、なるべくピックは柔らかく持ってた方がいいです。でピックがずれちゃうっていう人は、まあいろいろあるんですけど、ずれるからギュッて持つんじゃなくて、ずれづらい弾き方をする必要があるので、ギュッとは持たないようにしてください、はい、でそのピックが減ってるとなんでいけないのかっていう話に戻ると、まあ、ピックってそのね 0.8mm、0.9mm とか、まあ、コンマ1ミリ単位とかでよくあったりするじゃないですか。たまに、ね、0.88 とかってありますけど、それぐらいで随分変わってくるんですよ、弾き心地が。持った瞬間に分かりません？ 0.8 ミリと1ミリのピックってこう持った時に、あ、こっちの方が厚い、こっちの方が薄いみたいな。それぐらいね、こう指先が敏感にそのコンマ何ミリを、なんていうかな、敏感に感じ取るんですよ。で、その効果がギターには大きく出ちゃう。コンマ1ミリの差が。音だったり、その弾き心地だったりに。で、ピックも一緒で、コンマ1ミリとかって減ってたりとかすると、例えば分かりやすくこう先っちょがね、ピックの先っちょがコンマ1ミリ減ってると、コンマ1ミリ近づくんですよ、こっちに弦に当たるように。でこれがなんか下がもう丸くなっちゃって、全然ねすり減っちゃったようなピックを使ってると、知らないうちにこうどん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 近づいてくるんですよね。当然一気に減るわけじゃないので、そう、知らないうちに近づいていっちゃうんですよ。でそれが癖になると、新しいピック持った時に弾きづらい。そうだからみんなよく聞くのは、ちょっと減ったピックが弾きやすいとかっていう人いるんですけど、なんか新品のピックが弾きやすいような状態になれるといいかなと思います、はい、なので、コードストロークの練習とかはいいですけど、なんか早弾きみたいな細かい動きをやるような練習に関しては、常にこう新しいピックを使うようにしてもらうといいんじゃないかなと思います、はい、こうなんかね、なかなかもったいないとは思うんですけども、まあ、リフを弾く練習とかと、この、ね、細い高音源を早く弾く練習とかではちょっとピックの種類を変えてみるといいんじゃないかなと。ピックの種類というか、そう、ね、使い古し具合を、変えてもらうといいんじゃないかなと思います、はい、でさっきのこのね、ストロークが下に長いとか上に長いとかの話もそうなんですけど、これも当たり前ですけど、さっきのゴミ箱の話みたいに銃の力で、投げれば入るとして、このゴミ箱にね、ゴミが。で、8の力で届かなかった。じゃあ、届かなくて弱いんだから、じゃあもうちょっと強く投げてみようと思って、12までいっちゃったりすると、今度通り越すわけなんですよ。当たり前ですよね。で、何が言いたいかっていうと、結構ね、例えば右手の位置とかでも、じゃあこれじゃ下すぎる、じゃあこうにしようとかっていうと、一番いいところを通り過ぎちゃってるんですよ。これも結構皆さんやりがちなんですよね。で、さっき言ったように、そのコンマ1ミリとかのなんかわずかな差がこうギターの大きな差になって出てくるので、このコンマ何ミリとかをコントロールしたいんですけど、例えばじゃあこのピックがここに置いてあって、これをコンマ1ミリ動かしてくれって言われたって無理じゃないですか。測ったってなかなか難しいですよね、コンマ1ミリ動かすのは。でそのじゃあコンマ何ミリとかをどうにコントロールしたらいいのっていうと、嘘みたいな話なんですけど、そうにしてるつもりです。例えば自分の、右手がちょっと下に行き気味なんだったら、ちょっと上にしてみてるつもり、そうピックをの角度をちょっと変えてみてるつもりとか、そういうのでコンマ何ミリがコントロールできると思います。でこれは皆さん経験あると思うんですけど、例えば自転車とかね、車とか持ってたりして、左側見てるとまっすぐ走ってるつもりでも左に寄ってっちゃったりすることはないですか。ちょっと脇を見ただけで、ハンドルはまっすぐ、まあ、自転車でもそうですね、ハンドルはまっすぐにしてるつもりなんだけど、そっちに寄ってっちゃう。であれちょっとだけ切ってるんですよね、だから見てる方向に。だからそういう、なんていうんですかね、人間のあまりこう不完全な部分を うまく利用してあげると、そのコンマ何ミリって、コントロールしやすくなると思います。だから実際にちょっと上じゃなくて、だからさっきのストロークで言ったら、こうなってる人が、下にストローク長い人がこうやろうとしても無理なんですよ。まあ極端な話ですけど、こうに下にストローク長い人はストロークの幅の真ん中に弦があるつもりで弾いてるはずなんです
じゃあどうしたらいいかっていうと、こういうつもりで弾くんですよ。こうやって弾こうとするとこうなります。はい、上にストロークを取るってこういう弾き方をしちゃうとこうなっちゃうんですよ、不思議と、ね、でもこうに真ん中にしようとするとこうなっちゃうんですよ。じゃあどうしたらいいかっていうと、こうに弾いてるつもりです。そのつもりがあのちょっとしたすごくわずかな違いをコントロールできるようになると思うので、ぜひ試していただくといいんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、他にもね、いろいろこう苦手な要素とか、できない要素とかってたくさんあるとは思うんですけど、本当に少しずつ変化をさせていくのが大切になってくるんで、さっき言ったみたいにちょっと、ね、ダウンをアップに変えるとかっていうのはかなり大げさですけど、例えばフィンガリングを、例えばこのフレーズで言ったら、今僕この3本で弾いてますけど、これをこの2本だけに変えてみるとか、自分のやりやすい少しずつ変化させてくる、このピックの当たり方とかもそうですよね。ちょっと浅くしてみるとか、ちょっと前に持ってってみるつもり、やっぱこれもこの前もつもりですね。少しずつ何か変えていってみると、あ、なんか今しっくりきたっていうのがあると思います。で、これ割とね、皆さん無意識のうちにやってることが多いんですよ。なので、あれさっきできたのにとかっていうのはあると思うんですよね。でもできたからにはできた理由が必ずあるので、その違いを自分で把握できてないと、どう言ったらいいのかな、 うまくできないじゃないですか。当たり前ですけど、その料理とかも、あ、なんか味加減がちょうど良かったっていう、その塩のね、何グラム入れたとか、どのタイミングで入れたとかメモしてあると再現することができるんでしょうけど、でもそれをメモしてないと、いや、これくらいだったかな、これくらいだったかなになっちゃうんで、自分で上に持ってったつもりで弾いた時にうまくできたのか、下に持ってったつもりで弾いた時の方がうまくできたのかっていうのを把握しておくのが大切になってくるので、まあ、一番いいのはこうやって動画で記録を取ることですよね。で、動画で記録を取っておけば、あ、自分はこういうふうに手をちょっと前の方に持ってきた時にうまくできたんだなとか、そう、これでも弦のテンション感が変わってくるので、やっぱり弾き心地が変わってくるんですよね。なので、そういうのをなんか記録しておく、まあ、覚えておければ覚えておくんでもいいんですけども、本当にな、人によって手の大きさとかね、体の作りっていうのが全く違うので、どういうふうにしたらできるようになるのかっていうのが、人によって本当に違うんですよ。さっき言ったみたいに、下にストローク幅がね、長い人、じゃあこういう人が2人いたとして、じゃあ2人ともが、真ん中に来たらできるのかって言ったら、そうじゃないこともありますね。こっちの問題もあったりとか、中にはね、このまんまの人、こうなってる人がこっちの方がうまくできたっていう場合もあると思いますし、そう、あくまでもちょっと今お話ししたのは、こういう人が、まあ、僕が見てる限りでは多いですよっていうことでちょっと紹介させてもらったんで、全ての方が該当するわけじゃないと思いますけど、何か少しずつ変えていかないと、まあ、当たり前ですけど、できるようにならないので、少しずつこう変化を、ね、作っていってやってみていただければと思います。ということで、今日はね、全然そのギターを弾く方にはあんまりいかなかったですけど、何かでもこうやって、ね、自分でなんか行き詰まってる時って、何が正しくて何が悪いのか分かんなくなってくるんで、どうせ変わんないんだったら試してみてもいいじゃないですか。その僕が言ったこと全部じゃなくてもいいので、なので、少しですね、練習してみていただくといいんじゃないかなと思います。で、せっかくなんで最後にちょっとこのフレーズのなんかちょっとポイントみたいのも、改めて紹介させていただくといいかなと思うので、ちょっとお話しさせてください。なんかこれ前のベンジャンスの動画の時にも言ってるんですけど、この一弦の音が、どう言ってるのか、こう、なんかタイミングよくこう、頭でこう、メトロノームでいうところのこうクリックの頭のところで動いていってるんで、この音をちょっと意識しつつアップピッキングで弾けるといいと思います。アウトサイドになるので、
インサイドピッキングが得意だっていう人はそうでも、ダウンピッキングから入ってもらって全然構わないんですけど、で、指使いなんですけど、最初やっぱり僕この3本でいくんですが、次のポジションこの2本で弾きます。で次にこっち、ね、あの最終的には18フレットまで使うことになるんで、こっちに向かっていくための準備をここでしとくんですね。感じで、ちょっと指使いにポイントがあると思います。他のところは、出だしからそんなに左手は気にしなくていいんですけど、でそうそうそう忘れてたんですけど、そうこのフレーズを使ってちょっと効果的な練習僕よくやるんですけど、今日実はシンフォニー X の、マスカレードっていう曲をやろうかベンジャンスをやろうか非常に迷ったんですよ。で同じようなフレーズで、まあ、マスカレードってこう、でなんかこういうフレーズ、まあ、似てますよね非常に。でを、ちょっとベンジャンスのポジションで、これだったらこうなんかね、ずっと同じフレーズをリピートできるので非常におすすめなんですけど、これね、イングベイのベンジャンスだと1弦12フレットの E の音から入ってるんですけど、13フレットの F の音から入ってもらって、でこれ1弦また戻ってきてください。18フレットまで行ったらで最後に12フレット。でこれをずっと繰り返して。で、この繰り返しながらちょっと右手の、ピックの角度を変えてみるとか、動かしてみてるつもりでやってみるとか。深さもそうです。ピックを持つ位置とかもそうです。もう本当に細かいところを少しずつ少しずつ変えていってみます。車のなんか F1 ドライバーがやってる車のセッティングとかと一緒ですね。で、これなんか指にフレーズを覚えさせちゃうと、結構考えながら、ちょっとピックの角度変えてみようとかって考えながら弾くこと多分できると思うので。今ちょっと僕いろいろ変えながらやって、やっぱりできないところとかも出てくるんですけど、そう本当に多分見ててもそんなに変わってなかったんじゃないかなと思うんですけど、それでこうできちゃったりとかできなくなっちゃったりとかっていうのがあるので、少しずつ少しずつ変化をさせてもらって、ただ単にこう、まあ、フレーズを繰り返すのは、全然いいんですけど、もちろんそうにやってもらいたいんですけど、ただ単に全く同じことをずっと繰り返しても当たり前ですけどできないので、何か少しずつ変化を作っていって、自分がどうにやった時にできたかっていうのを、記録しておいてもらう、覚えておいてもらう、それを再現できるようにしておいてもらうっていうのがすごく大切になってくると思うんで、ぜひ実践してみていただければと思います。ということで、今日も、なんだかんだ20分以上喋っちゃいましたけど、ありがとうございました。来週はですね、また、映像版ディエゴ・スティーニの、布袋さんのね、グレイテストギターメドレーの、紹介をさせてもらおうと思いますので、イングベ、次はイングベじゃないかもしれないですけど、ちょっとなんかこういう、弾き方とかに関しての、お話とかは、また再来週になると思いますので、楽しみにしていただければと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではさようなら。